バキバキのレジ君です。ということで、この動画ではスペシャルクエスト全部でやっていきたいと思います。これ間違えて一つクリアしちゃったんですけど、スペシャルクエストをクリアすると何が起きるのかっていうと、このエージェントジョンジーがどんどんボロくなるのかな、ジャンプ15、23ってなんかいろいろやっていく感じですね。一番最後だけクリアしちゃったっていう。まあ一番かっこいいのは俺これだと思うけど、まあ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 、クエストはやっとくに越したことはないです。これとかワンタイムの時だね。ということで、主の子の言わずにやっていきますか。うっしゃー、ということで、ちょっとずつね、ジョンジーをボロボロにしていきたいと思います。満面の笑顔。ということで、スペシャルクエスト、まずはレイジーレイクで検出された謎の物体を調査する、こちらをね、やっていきたいと思います。謎の物体って何なのかっていうと、蝶々です、蝶々。蝶々を追いかけてください。俺一回さ、これなんか何これと思って追いかけて、クリア仕掛けたんだよ。なんかね、この青いところに入ってください。まずこっちの家、これね、青いとこ行って、下にパズルがあるんで、そのパズル、真実はいつも一つだみたいな感じで解きましょう、一緒に頑張って。ということで、誰も来んなよ。ここですね。ここにまず最初いるんで、追いかけて、追いかけて、待っ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 て、追いかけて、追いかけて、待って、待って、待って。ってやると、壁の向こうに消えたんで、それも追いかけたいと思います。誰もいないよな。オッケー、いない。やだ。やだ、もう。すいませんね、ちょっとお手数おかけしました。ということで、ここにパズルがあって、一見なんのこっちゃじゃないですか。なんかこうやってピッてやると回るの。これをなんかちゃんとした順番でやるんですけど、これ僕一回クリアしました。まずこれです。赤ね、ルビー、どうやってみたらいい。雲の巣が向こうにあるとしたら右ね。そしたらその次こっち、紫、はい。そしたら次、どっちだっけこっちかな。赤、紫、青、緑、そう、これで OK。そしたらポーンって出てくるんで、これをインタラクトパイセンファイヤー、ありがとうございます。これでね、ジョンジーのまた別のスタイルチェンジが解放されました。別っていうか、初めてか、初めてのスタイルチェンジ。赤、紫、青、緑ね。これ多分チームランブルでもできると思うんで、ソロとかね、今みんなスタイルチェンジでいっぱい来るかもしんない。ということで、レイジーレイクだと、このエージェント・ジョーンズ、かっこいいね。ジャンプ15をゲットしました。そしたら次、このグラサン、かっけえな。これをやっていきましょう。ということで、次のスペシャルクエストはシャークの島で検出された謎の物体を調査するシャークでね、蝶々を探していきたいと思います。お、かっこいいな。ちょいボロジョンジーかっけー。いいね、ナイスちょいボロ。さあ、ということで、謎の物体ありますか。上から見たらわかるもんなのかな。こればっかりは僕今初めて行くんでわかんないですけど、金庫とかありそうだね。金庫の中はないな。あ、なるほどね。ドゥクテンドゥクンドゥドゥンドゥンドゥン、エモートしてますね。これは座ってる、しゃがめばいいの。あ、なるほどなるほどなるほど、分かった分かった、理解した。これは踊れってことね。あっち向いて踊る、こっち向いちゃダメ、あっち向かなきゃダメ、分からん。とりあえずここエモートね、真ん中のとこエモートで、最後はなんだっけ、最初のやつ、ジャンプ、ありがとうございます。まだあるっていうのか。もう上から探してやる。この光ってるのをもう一個どっかにあるってことだよね。あ、蝶々の軌道を追ってけばわかるんじゃね。こっち行って、あっち行って、そっち行って、ポンってこと。ジャンプしてからのしゃがんでからの、ここでエモートして、あ、出てきた。え、さっき出てきてたのかな、わからんけど。蝶々の軌道を追う、これが大事なのかな、今回の調査は。ということでね、謎の物体収集していきたいと思います。こことこことここね、場所わかりますよね、シャーク一番左上です。ということで、インタラクトいただくでー。これでまた別のスタイルチェンジゲッチュー。かっこいいね、グラさん、どんどんボロくなってきたよいいねいいね。そしたら次、ちょっとファイターモード取ろっかな。はい、ということで、タンクトップジョンジーがお送りいたします。ネクストスペシャルクエストはキャティコーナーで検出された謎の物体を調査する。これあれですね、みんな動画にしてるやつですね。なんか謎の金庫が開いちゃうよ、わわわわわーみたいな動画みんな上げてるやつ。それを開けたら簡単なんで、皆さん知ってるとは思うんですけども、なんかね、ここに金庫が追加されているんですよ、新しく。実際に見に行ってみましょう。お邪魔します。キャティコーナーの場所はわかるよな。ここですね、キャティコーナーと言いつつ右の方です。まあこれもキャティコーナーなのかな。ということで、こう現れたら、はーい、こっちだよこっちだよって、おいでおいでって言ってるんですけど、ここでね、インタラクトできないと。それを壊すのが、まあなんかブーンって書いてあるじゃん。このブーンはもうこれじゃん、ブーンじゃん。
もうそういうことなんですよね。ということでもう武器も何もいらないっすよねこれ。はい、爆発しちゃってー、さようなら。オッケーオッケー。いや熱そうだな。ということでこんな感じで開くんで、それをインタラクト、アザース。これ簡単だね、場所さえ分かっちゃえば。まあそんな感じでファイティングジョンジーゲットできたと思います。なんか見えない壁がある。奈落の底にポーン。え、急に爆発したんだけど。怖い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 。謎の力が働いてますねここは。ということでおさらいすると、キャティーコーナーと思わせつつ、キャティーコーナーからE側向かった方、 E 側向かってこの坂道下って右です。はい、という感じでね、エージェントファイタージョーンズをゲットいたしました。ということで残る2つもこのままやっちゃいますね。お次はこちら、ワンタイムエージェントジョーンズですね。よし、ワンタイムジョンジーはステルシーストロングホールドですね。ステルシーストロングホールドで検出された物体ということで、一応場所言うとここですね、左上プレデターがいた場所、今トゥームレイダーがいる場所の。これもね僕一回見てるんですよ、通りかかってる時なんで。すぐに終わると思います。いやでも広いからな、追いかけっことかになったら俺はもう絶対に追いかけられない。ということでこのステレシーストロングホールドの上の方っていうのかな、上の方この辺でね俺見かけたのよ一回。ここだ、あったあったあった。近づかないと多分出てこないのかな、ここね。あのトゥクトゥク、あれトゥクトゥクトラックあるよな、そこトゥクトゥクトラックからS 側方向行って、これどんなミッションが待ち受けてんのかな。待って、追いかけるよ追いかけるよ。ジャンプ、アスレチックしろってこと、石の上に乗れってこと、石の上にも3年ってこと。はい、あ、これ集めておけってことなのかな、分からん。とりあえずついてく。待って兄ちゃん、結構長いよ今までの蝶々ハンターの中で一番長い。戻るんかい。は、早い、待ってよ、そんな急に早く行かないでよ。おー、え、簡単すぎね簡単すぎねこれだけ蛍の部いらないじゃん、燃やそうヘリコプター。ということで一応もう一回場所をおさらいするか、まあ追いかけるだけのあれでしたね、チャレンジクエストでしたね。まあ始まりのポイントですね、始まりのポイント、ここに近づいたら出てくる。多分遠かったら出てこないんで、それで迷っちゃう人もいるかもしれない。この橋の近くですね、橋に来てここ。はい、といった感じでね、エージェントジョーンズワンタイムジョーンジーがねゲットできたと思います。かっこいい、もうベスカーとかいろいろともう積み重なってんだよね。最後はこれ、シーズン6に適応したジョーンジーですね。ということでウィーピングウッズの近くにあるこのあのセブンってかボスがいる場所、わかりますかね。そこの麓に行くとこの蝶々が出てくるんで、それを追いかけてください。ちなみにこの声は後取りとなっております。最初何これ、すごい新しい要素かなと思って必死に追いかけてました。たどたどしくて可愛いな俺動きが。俺本当になんかゲートが開いたかと思ったからねこの時。そしてインタラクト、はい、これでジャンプ100だっけ、わかんないけど、それが解除されたと思います。はい、みたいな感じで全スペシャルクエスト終わったと思います。お疲れ様でした。どうだろうな、これ多分ね好きになってくると思う。これから恐竜要素がどんどん強まってきて、最終的にこっちの方が雰囲気合いそう。でも俺は一押しこれかな、やっぱこれもしかしてサワヤンゲームズチャンネルじゃね。これもかっこいいね。まあでもやっぱ清掃スーツビシッとしてのもかっこいい。果たしてファウンデーションを救うことはできるのでしょうか。ということでまだまだこうやって秘密のチャレンジあと42日後、先は長いですけど短いですよ。これもすぐにね攻略していくんで、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。じゃなきゃこの拳で抵抗するで。皆さんはどのジョンジーが一番好きですか、よかったらコメントで教えてください。失礼します。